はい、こんにちは。トくリーです、えー。今日はですね、えー、前から気になっています、えー、ネット f リックスの実写版ワンピースの予告編がついに公開されまして、まあ、話題になっておりますので、ちょっとご紹介したいと思います。まあ、これね、あのー、やっぱすげえなと思うのは、ね、ネットウリックスの、ただ、ただ、ちょっと正しい発音わかんないですけど、その トリックスのオープニングで聞こえるあのドゥドゥンっていう音があの英語だとドゥドゥンっていう,こう音に聞こえるらしくてそれがファンイベントのタイトルになってるんですけれどもそのファンイベントにおいてついにワンピースのティザー映像が公開されましてですねこれは本当あの早速ツイッターのトレンドで まあ日本ちょっとどうだったか見てないんですけど、スペインとかフランスとかでトレンドの1位に入ってるんですよね、ワンピースっていう単語自体が。まあ、ブラジルで開催されたんで、日本だと朝早朝5時台とかだったみたいですけど、ヨーロッパとかだと結構いい時間に見てたんですかね、ちょっとわかんないですけど、こうアーノルド・シュワルツェネッカーとかね、ガルガドットとか、まあそうそうたる面々が、 横断するさすがネットフリックスのイベントっていう感じなんですけど、まあ、その中でも、ガルガドットが締めだったかな。で、アーノルド・シュワゼネッガが締め前。で、その前が、このワンピースの発表になっていて、まあ、8月31日配信開始ということで、まあ、メインの配役の方々が壇上に上がってたんですけど、 これがね、日本でこのニュースが紹介されたんですけど、なかなかやっぱね、フィードバックが厳しいですよね。ネットフリックスのアカウントのコメント欄は比較的応援コメントが多かったんですけど、メディアの記事のコメント欄がやっぱね、これじゃない的なコメントとかも、これは失敗するとかっていうコメントがまあ非常に多くてですね、やっぱドラゴンボールの 悪夢がね私もあるんで、ちょっと心配しつつも期待しつつもっていう感じなんですけど、皆さんどうですかね、横編もご覧になりましたでしょうか。まあ、実際、あの日本の漫画の実写っていうのは、まあ、数々の失敗事例がありまして、まあ、ドラゴンボールが非常に有名ですけれども、なぜかね孫悟空が高校生になっているっていう、まあ、映画だから知らなかったって話なんでしょうけど、 今回、個人的に期待してるのはネットフリックスなんで映画じゃないんですよね。シーズンものになるはずで、まあ、ファーストシーズンっていうことになるはずです。多分、ちょっと分かんないですけど、詳細は。ただあの、見た感じ、まだね、チョッパーはいないんですよね。あの、壇上に上がっているのが、ゾロ30、ソップ並まで。で、まあ、最初の5人。 ですね、の、まあ、配役は遠くに発表されていて、まあ、その人たちが出てくる予告編が出てきて、まあ、ステージの挨拶もその5人によって行われてるんですけど、予告編ね、まあ、これ本当、お金かかってるなっていう感じはすごいします。なんで、まあ、ちょっと期待もしてるんですけど、やっぱりここは厳しかったなっていうのが。 あるんですよね。まあ、これね、あの頑張ってると思います。あの、お金はね、相当、まあ、小田さんも、あのそう、すごい予算かけていただいてみたいな感じありますかね。これは多分、アマルフィーをうまく使って表現してる。この、ニッケン憲さんのこのゾロもね、かっこいいんですよね。で、まあ、サンジもかなりいい線いっている配役だと思いますまあ、ナミは、あの、 波好きの人からすると結構議論あるみたいですけど、まあ、結構個人的にはありなんじゃないかなと思っていて。しかし問題はルフィなんですね。もうこの、まあ、彼がルフィならば僕はいいと思ってるんですけど、やっぱね、このルフィのこのゴム人間を人間が演じたときどうなんだっていうのがやっぱね、この最大の 懸案事項だったんですけど、ゴムゴムのね、ピストルのシーンがあるんですよ、これ。これね、これやっぱりちょっと、マンガラーの迫力はやっぱりちょっとね、実写じゃやっぱ出ないですよね、なん、これ、どうしてもね、やっぱこの、やっぱノクロ首的、こうちょっと、なんかやっぱ手が細いからかな、なんか弱々しい。まあ、どうなんだろうな、実際、 このシーズンの通して見れば案外目に馴染んでくるのかもしれないですけど、やっぱね、アニメとか漫画のルフィを見られてしまったり、このルフィのこの妖怪人間的な感じが、やっぱちょっと違和感があるのは事実だと思います。ただ、まあ、個人的には今回あの、いいタッグだと思うんで、まあ、特に小田井一郎さんがコミットされてますからね、もうあの恐ろしい額の製作費も投入してもらってますっていう。 僕の寿命を計算しても、ワンピースが世界に向けて大きく生み出せるチャンスは、これが最後だと思います。っていうツイートこれ、2016年とかにされてるんだ。あこれ2023 20年のやつですね。あの、まあね、この2016年に着工して、ワンピース実写。まあ、小田さんが、 僕が納得できなかったら公開を延期すると約束してくれてますっていうツイートがあって、全8話ですね。まあ、ここにも書いてあるんですね。っていうツイートをされているのが、個人的には非常に期待するポイントで、まあ、今回の予告も含めて、小田さんが5を出したってことだと思うんで、まあ、漫画アニメファンからすると、やっぱそのこのティザーを見ていろいろと言いたいことはあるんだと思うんですけど、まあ僕もありますけど、でも、 実際、アベンジャーズが実写化されるときにも、結構いろんな議論あったらしいんですよね。まあ逆にあの、アイアンマンとかじゃ売れるわけないみたいな議論とかもあったらしいですけど、まあそういうのを考えると、まあ、マリオもなんつっても30年前の実写の大失敗を乗り越えて今回大成功しましたから、ね、挑戦は大事だと思うんですよ。ネットリックスはカウボーイビバップをシーズン1であっさり打ち切りっていう,こう前科もあるんですけど、今回はね、 相当気合い入れてくれてる感じはいろんなところから伝わってくるんで大丈夫なんじゃないかなっていう。まあ日本のそのアニメファン、漫画ファンには受けないと思うんですけど海外の実写好きにうまく刺さってネットフリックスのまあ名物シーズンになってくれるとシリーズになってくれると日本の漫画アニメにとってはいい 入り口になりうんじゃないかなっていう、ちょっとすみません、僕の期待です。期待を込めてあの、やっぱりね、ゴムゴムのピストルのシーンは、まあやっぱこうなっちゃったかって感じではあるんですけど、きっとシーズン通してみれば大丈夫なはずだと、全8話をちょっと楽しみに、ドキドキしながら待ちたいと思っております。いや、これがね、きっと日本の漫画のこの ハリウッド実写化の成功の入り口として、ここからいろんな作品がネットフリックス、ハリウッドに実写化されてるはずなんですよ。まあ、直近で言いますと、セイント・セイヤがなかなかな失敗になってるんですけれども、映画はね、やっぱり興行収入が出ちゃうんで、失敗判断がされやすいですけど、ネットフリックスのシリーズものであれば、ネットフリックスさえシーズン1で打ち切りっていう判断をしなければ、 長編のソレンジャーシングス並ぶ、ネットオリックスの看板シリーズの一つにワンピースがなるっていう未来は、あると信じたい。はい。<laughs> すいませんあの。個人的希望の、まあ、これね、ちょっと、いや、不安なのはあるんですけど、きっと大丈夫なはずだっていう思いを記事に書いたら、まあ、僕のこの記事をツイートしてくれる人のほとんどが、これじゃない系のネガティブなツイートをされてたんですけれども、 いや、いいんです。僕らはターゲットじゃないです。漫画、アニメファンがターゲットじゃなくて、世界のワンピースの魅力を知らない人に、この実写版が魅力を届けてくれて、ここからアニメのファンも増えるっていうちょっとシナリオを個人的には期待したいと思っております。はい。他にもこんな話してますよっていう方がおられましたら、ぜひコメントやツイートで教えていただけると幸いです。はい。今日もありがとうございます。